キリストイエス様、この礼拝の時をありがとうございます。すべての作られたものは作り主なるあなたを褒めたたえています。今日は主よ、主イエスよ、この地を癒したまえ、癒しを求める祈りが、賛美が天に地に満ちました。いや、今も満ちています。その祈りの中に、いや、あなたの熱い祈りを感じないわけにはいかないのです。あなたはこの地を痛み、憐れみ、祈りを注ぎ続けてくださっています。あなたは私たちに賛美を与え、そして祈りを託されました。私たちの賛美と祈りによってこの地が癒されるために、それはこの地に平和がなるためにということです。一人の悲しむ者もなくなるように、痛みが、苦しみが癒されるように、あなたは私たちに賛美と祈りを託してくださいました。私たちはあなたのその願いに応え、賛美し祈ります。どうか癒しがこの地になりますように、そして癒しが一人一人の上になりますようにと祈ります。これからの礼拝をあなたの御手に委ね、主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今回の西日本豪雨、大雨ですが、その被害は本当にこれまでにないぐらいひどかった。今朝のニュースによると死者は201名、行方不明はまだ30名に上ると言っていました。今年は癒しの年ですが、私はだから癒しが与えられる年だと思っていましたが、まあ確かにそうなんですが、私たちに癒しを祈る、その祈りが託された年なんだと思いました。そして神の方こそ祈ってくださっている。なんかこう、まず神の祈りがあるんだって、だから私たちに祈りが与えられ、私たちも祈るものとなったという思いがきました。そして、賛美を与えてくださっているんですが、賛美は一つの祈りですよね。私たちは祈り、賛美することによってこの傷ついた地に、被害に遭われた人々に癒しが
なることを願って祈ります。もう、ね、こんなひどい災害が起こって癒しを祈り賛美して何になるのかって、そんなのが聞くのかって、そんな声が上がるでしょうね。でも賛美と祈りほど力あるものはない。癒しは癒しを信じる者によって受け取られてなりますよね。癒しを見てきた私たち、癒しを信じる私たち、それはキリストの十字架を信じるということなんですが、その信仰にあるものが賛美するとき、祈るとき、その祈りはなる、癒しはなると私は確信しています。そしてこの時のために神は賛美と祈りを私たちに与えてくださったのだと思っています。今日は癒しを祈っていきたい。この地のね、災害にあった地、この地球を祈るというだけではなく、そこに生きるすべてのもの、私たち一人一人のためにも祈り賛美したいと思っています。さっきね、先に神様の祈りがあったって言いましたよね。私は、白い鳩によって神様に出会ったあと、この本当に生きる喜びを得たんですが、神の祈りが先にあって私は神に出会うことができたって、主の祈りが先にあって私は癒された、許されたと思いました。今日も神がまず祈ってくださっている祈りが、天が祈っている祈りがあるから、私たちもその祈りに心を合わせて祈るんだって、その時祈りはなるという思いがしたのですが、これは御言葉で言うとどこなんだろうって思った時に強烈に迫ってきたところがありました。今日のなんか神様の願い、愛の迫りですよね、癒しだと思ってその御言葉を読みます。第一ヨハネ4-10です。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。私たちは神などいらぬ、神など知らぬと言っていたものですよね。ましてや神を愛するなんてことを知らなかった。でも神の方がまず私たちを愛してくださって、大切な御子を十字架につけてしまわれた。あなたや私の代わりに十字架につけられた。ここに愛がある。ここに癒しがある。そしてこの言葉は、なんか全て神様の愛の祈りなのだと思ったんです。この愛に生きてほしい、この愛の中にいてほしい、神様の願いです。なんか今日はこの賛美詩
そして神がこの語ってくださった解き明かしを、たくさん並べるのですが、全部ここに愛があるって、これが響いてきます。まず、主を癒したまえの曲を賛美します。神様が癒し、この祈りをね、与えてくださる、賛美も与えてくださるというのはもう感じてはいたんですが、もう特にこの主を癒したまえ曲ですよね。この曲はなんか天の人たちが地の人たちのために祈るために地に送ってくださった祈りの曲のような気がして仕方がなかったんですね。だから私たちもそれにハモにして祈る。では癒したまえ、主を癒したまえ、1,2,3と賛美します。
この祈り、この癒しの届かないところはないと、なんかそれほどになんかこう深く震えるものがありますよね。歌っているとそこまで直接にはわからないんですが、こうちょっと聞く賛美になると自分の内側が癒したまえって言っているときなんかふわっとこう震えているのがわかる。内なるものもこの地をね癒したまえって祈ってるんだって。でも祈ってると同時に実はこの地もそして私も癒されてる、癒されていくんですよね。この主を癒したまえっていうこの賛美はやっぱり地の人のために、地のために、まあ天から天の人たちが持ってきてくれたとどうしても思うんですが、まず一がね天の人たちが祈って、二のちょっと早いところはもう地がねそれに応えて祈る、三は今だった三ですが、これが天と地が一つとなってこの地のために祈った祈りではないかと、なんかまあ密かに想像しています。もうこの賛美だけでどんなにたくさんの癒しがなったか、私はもう手に取るように感じました。きっと今日は神様はねそんな癒しをしてくださるんでしょう。このねこれまでの癒しのね解き明かしをこう並べたいと思ったんですね。もう2017年まではブドウの木にも載ってますが、2018年に入ってからはブドウの木では発表していますが、もう全部が入ってたわけではないんです。それでしたいと思う。でもまずちょっとその前に、これは2010年に語られたことがあります。2010年の9月、賛美コンサートの練習をしていて、この賛美隊がね賛美隊がねここで歌ってる時にね、なんかあまりの賛美のなんか美しさ力に感動してね、この賛美隊をねありがとうございますと思わず祈ったんですよ。その時の言葉です。この者たちは代表である。でもこの者たちっていうのは賛美隊だけではないんですよね。この賛美に呼ばれた人みんな、ここにおられるみんな人、あるいはねこの賛美を共にする人たちです。この者たちは平和の使者、平和を伝える賛美の使者である。代表というのは全地の代表なんだよ。何十億の人がいようが、何千の国があろうが、そのすべての代表なんだよ。そしたらその後私はびっくりして、平和や喜びの代表であるのはわかるのですが、痛みや苦しみの代表でもあるということですかとびっくりするんですよね。そしたら痛みや苦しみの代表は私である、お前たちは十字架を賛美しているのだから、もう十字架を信じ喜んでるということによって、ね、もうこの痛みや苦しみからは解き放たれている。でもこの十字架の上でそれがなっていても、まだまだ私たちはこの肉を持って生きる身で、痛みや悲しみや病、さまざまなものが襲いますよね。でもその痛みの代表として、病の代表として祈り賛美するとき、同じ病にある人も同じ苦しみにある人も癒される。なんかそれが私たちに与えられた礼拝の働きです。そしてこの年同じ2010年12月3日、これは私が主に出会うきっかけになった白い鳩
という神様の出会いとの日なんですが、その記念日に2010年は、幽霊杯を担当したんですね。で、その時22周年の時に書いた言葉とか、それまでのことをこう読むと、私が実はね、どんなにこのひどいところから拾い上げられたか、神に救われたか、もうそれに感動してね、本当に神様嬉しくて、主よって私をね拾い上げてくださってありがとうございますって祈ったんですよ。そしたらちょっとひどい答えが返ってきました。私はお前を拾ったのではない、でも本当は拾ってくださったんですよ。地球を拾ったのである、私の愛するものよ、私の愛を知るものよ、私が地球を愛することはお前を愛することと同じなんだよ。この私たちがね、地の癒しを祈りますよね。今傷んでいる地球、傷つけられた大地、もうこの水害のことも祈る、地震のことも祈る。でもそれはその地球や地の癒しだけではなく、私の癒しでもあるということでしょ。私が地球を愛することはお前を愛することと同じなんだよって、これが白い鳩の記念日に語られた言葉でした。宇宙礼拝が宣言されるのはもう少しあと2年後です。では私はこの神様の願いはね、この癒しにあるということに、まあ、その初めから感じてはいましたが、確信するようになったのはやはり賛美が与えられてから、そしてさらにもっと深く確信するのは宇宙礼拝が開かれてからです。そこでこの神様はね、このこれが癒しであるというね、もうそれほど癒されてほしいからなんですけど、これが癒しであるということを語り続けてくださったんですね。もう2018年に限ったことではありませんが、もうずっと語ってこられた。それは神は愛であるということを語ってくださることと同じことだったんですよね。で、それを、取り上げました。なるべくゆっくり読みますが、もうたくさんあるので、詳しくはね、またブドウの木に載せます。だから見ていってください。2018年1月10日、私を信じなさい、それは礼拝を信じなさいということであるって、このあと、もう一つ本当は続いています。手前このままにしててください。礼拝は癒しであるでした。ちょっとね、ここ私忘れたんです。で、その前、1月10日っていうのは第2週の礼拝だったんですね。第1週が新年礼拝でした。で、新年礼拝はのことはもう見なかったんですが、さっきそこでこの礼拝を待ってる時に年表を見たら書かれていました。で、お前たちはね、礼拝に呼ばれているんだよって、これは宇宙礼拝です、礼拝に呼ばれているんだよって。礼拝に呼ばれている、もう全てのものがですけどね、礼拝に呼ばれているということは一人ではないということであるって、私が共にいることを喜びなさいというのが新年礼拝でした。そして10日に、私を信じなさい、それは礼拝を信じなさいということであるって、こう礼拝は癒し、礼拝を通して癒しがここだけではなく全ての人に及んでいくという信仰を私たちは与えられました。次からほとんど癒し礼拝の
ところです。もう間もたくさんあるんですけど、はしょってます。1月21日、新しい歌を歌え、新しい歌に癒しがなり平和がなる。もうこの2000年になる少し前から新しい歌を歌え、新しい歌の時であると語られてきましたが、この礼拝せよ、新しい礼拝をせよということでもあり、癒しがなる時が来ている、癒しの時であると語られたのだと思っています。1月28日、翌週ハワイ合同礼拝がありました。そこでは原点に戻ることは癒しである。ハワイっていうのはなんか万物創造の時の喜びっていうか形がたくさんあるように見えるんですよね。海や山や鳥や花や、いろんなところにもちろん美しい花も鳥たちやいろいろあるんですけれども、なぜかこの創造の喜びが、ね、あるように思える。だから原点に戻ることは癒しである。このただ原点っていうのはね、この主に出会って喜んだその初めの喜びでもありますよね。そして今言ったように神が私を作ってくださった時の原点、これがイマゴーデイです。今満点の賛美がされていますが、ね、あなたは私の愛ってイマゴーデイであるという賛美がありますよね。そのイマゴデイ、イマゴデイに戻ることは癒しであるというのは、イマゴデイよ、私の中にもあると、神は、ね、パーフェクトだよと言って作ってくださった神の似姿がある、それを信じることは、ね、癒されることなんですよね。そうですよね。満点っていうのは本当に癒しの祈りでもありますよね。次いきます。同じくハワイ合同礼拝です。このイエス・キリストは神であると知ることは癒しである。知ることはいっぱいあるけれど、本当に知ることはもうこの一つでいいんですよね。イエス・キリストは神であると知ることは癒しである。で、神は愛であることを知ることも癒しである、神は愛であることを本当に知ったら癒されている。今年に入ってなんか私は繰り返し繰り返し、神が愛であることを知ると癒されていると言ってきました。先ほどのね、第一ヨハネの御言葉ですけど、ここに愛があると読みましたよね。この愛を、この愛を本当に信じてほしい、いや知ってほしい、いや受け取ってほしいんですよね。この愛に生きてほしい。神様は3月の癒し礼拝前夜に飛びます。賛美と一つになるとき癒しがなる。もうこの神様はね、この癒しがなるんだよってなってるんだよ、ね、これが癒しなんだよっていうことを言いたいために、なんかこういろんな言い方をね、もう本当にあの手この手という感じですよね、言ってくださいますよね。で、私はね、これ今日もあと残りまだいくつかあるんですけど、この中でね、なんか自分にヒットするものをね、あ、これは私の、ね、私に語られてるんだというところを一つ受け取る、それでいいと思っています。賛美と一つになるとき癒しがなる。この同じ頃、神の息と一つとなるとき、
すべては愛となるとかね、語られたのがありました。でももう抜きました。その次。あ、これがやはり3月の癒し礼拝です。今日は、ここのところも本当にここに神様の願いをね、受け取りたいと思いました。この洪水っていうのは十字架から流れてくる命の洪水、あるいは私は癒しの洪水だと思っていますが、この洪水が、ね、癒しの洪水が避けて通るものがあると思うのか。賛美の洪水を呼び起こしなさい、すでに始まっている。地を人を破壊してしまう洪水が起きてしまいましたが、私たちは癒しの洪水が来ることを祈ります。そして神様は私たちに賛美の洪水を呼び起こしなさい。賛美せよ。で、すでに始まってると言われたので、ちょっと点々点ってびっくりしたので次いきます。私を信じなさい、それは礼拝を信じなさいということであると語ったであろう。これが今年の1月の初めでしたね。津波の悲しみへの答えである。新しい歌を歌いなさい、これまでたくさん解き明かしや語られましたが、こういう津波や痛みの答えとはっきりと答えられたのはこの時が初めてではなかったかと思っています。水害の悲しみへの答えであるって、新しい歌を歌いなさい。新しい歌は祈りであり癒しですよね。で、この賛美の洪水を呼び起こすとか新しい歌を歌うというのはやはり礼拝することだと言われたのだと私は受け取っています。ね、私を信じなさい、それは礼拝を信じなさいということであるって。礼拝には私たちが知っている以上の力が、癒しが、そして愛が満ち、ここから全地の傷んだ地に癒しが流れるだと思っています。賛美のことを語られたところが少し続きます。同じ3月18日癒し礼拝、賛美の響きは癒しの響きである。2000年に賛美が与えられた時、ふるいの賛美だとよく言われました。私たちのいらないものが、ね、ふるわれて追っていくからですよね。もう癒しですよね。で、その次、4月の癒し礼拝です。癒しは響きの中にある、響きは癒しである。御言葉も響きですから、御言葉は、ね、癒しであるということでもいいんです。でも、ここは癒しは響きの中にある、響きは癒しである。そして5月の癒し礼拝、再び愛が語られます。愛は癒しであり、癒しは愛である。神は愛であることを知ったら癒されている。神は愛であることを知ったら癒されている。神が自分のために身代わりとなって、ね、病や悲しみや痛みを負うて十字架で死んでくださった、ここに愛があるんですよね。
死なせるために神が、ね、使わせてくださったって、ここに愛があるって、神が愛であることを知るなら、知ったら癒されているって、ね、十字架の力が働いてる。そして8月違った、すいません5月でした。あ、もう信じなさい、信じることは癒されていることだ、もう信じなさいというのは今年に限らず去年もおそらくその前からも絶えずこの癒しの祈りをした後に信じなさいと語られてきました。信じることはもう癒されていることだと、もうこの癒しを受け取ってほしいんですよね。そして先月、もう6月になります、それまで主が愛であることを知ったら、主は愛であるということを知ったら癒されている、もうここまでの神様の愛ですよね。それに応えて今度は私は主を愛すると告発するとき癒されている。先月私は主を愛するという対局のほんの一部ですが賛美しましたよね。もうその時に私はここにいたんですけれどもね、このなんて言うんですかね、もう癒しがね、この次々起こっていく、このこれを癒してくださいとかね、癒されよという祈りなど一切していないのに、一人一人の人が私は主を愛するとね言うだけで、いやこれは主を愛するという決断なんですけど、主を愛するっていうだけでいらないものが飛ばされていく、それは癒されていくということですよね。してその時先月でしたけど、私は主を愛する、この神を愛するという時ね、神以外のものをねはね同時には愛せない、抱えられないんですよね人って。だから本当に私は主を愛するという告白は、この一言はすっごいことなんですよ。私がね大事に思っているものたくさんあるじゃありませんか。そしていらないけれども抱え持っている不安や恐れや、あたかも神であるかのように私を締め私を支配しているものも、私は主を愛すると、それはね主だけを愛するということだからですが、私は主を愛するという時に落ちていく。いらないものは落ちるし、あるいは共に主を賛美するものに変えられる。このちょうど6月の癒し礼拝の中で起こったことを思い出したんですが、2曲目の賛美の時だったような気がします。アレルヤアレルヤって歌ってたんですよね。何の賛美だったかも忘れてしまった。でもねアレルヤアレルヤっていうたびにね、なんかこう手なんか使わないんですよ、こうここにおられるすべての人、私自分も感じましたが、すべての人からねちょっとこう服が脱げるように、玉ねぎの皮が剥かれるようにね、こうしてねアレルヤアレルヤっていうたびにね、私を主愛するだったのかな、あこう剥がれていくのをね 見えたんですよね。あれ見えたような気がしたというのかな。そしてね初めはね一体何が剥がれていくんだろうって分からなかったですよ。暑かったからそれかなって、でもそんなことではないって、その人の悲しみや痛みや病が、その人自身ではないからですよね、剥がされていくんですよね。
剥がされていくのを見ました。それでじゃあ玉ねぎの皮みたいに全部剥がれたら何が残るかって言って、すぐアホなこと考えるし、そう思った時に目に見えたわけではないんですけれど、そこに光があるように思いました。神様に作られた時のままの私、イマゴデイの本当の私がそこにいるって。だから先ほども言いましたよね、原点に戻ることは癒しであるって。神様はそれを見てくださってるんですよね。そしてこうちょっとついでですが、6月の次の週、癒し礼拝の次の週だったですかね、癒しはねもうさらに進んで、先月は優しく皮がね剥がされていくような癒しだったのになと思ってたら、今回は賛美の時にねぶっ飛んでいくんですよね、いらないものをプエーッて言ってもうそうかって、とにかく神様は癒したい、それはね礼拝する喜びに生きてほしいからです。礼拝することは癒されることであり、癒されることによってなお礼拝を喜んでするものとされる、ね、なんかこの神様のね熱い願いがね迫りますよね。実は6月の癒し礼拝の中で、この癒しの祈りをしている時にこう与えられた言葉だったんですが、もう一つありました。この中の誰かがね、私の家族をね救ってください、私の家族を癒してくださいって、なんかこのもう切に叫ぶように祈っておられるのを感じました。その時だったんですよね。お前の家族は私の家族なんだよって、お前の家族は私の家族なんだよって、私の夫とか私の子供とかそんなんじゃなかった、私の家族だったんで、だからもうみんなひっくるめてだったんでしょうね。そしたらお前の家族は私の家族なんだよって、私の家族であることを知るとき癒されているでした。自分も含めてですよ、祈るあなたも、祈られたいと願うあなたの家族も、実は私の家族であってもう私の家族ではないんだって、神の家族である、神の家族であるということは本当にあなたの家族であるという意味なんですけど、神の家族であるということを知るとき癒されている。あなたがねもう必死になって家族のために祈るから、ね、癒されるんではない。もちろん祈るんですけど、あなたの必死さや努力や意志の強さやそんなによるんではないって、もう神の家族とされている、これはやっぱりキリストの十字架のゆえにです。神の家族とされている。今日はね、本当はなんか神様はこれを伝えてほしいと願われたんではないかと思って、用意したんですけど、でもなんかこれだけじゃなかった、もうこの本当にあらゆることからの癒しをねしてほしいんだって、癒しを受け取ってほしい、癒されてほしい、もうだったんですね。でもせっかくですから神の家族のところをちょっと御言葉を読ませてください、もう長いのでぶっ飛ばします。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。もうここら辺もいいです。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変え、もうこの自分の中に敵対するもの、ね、神様を喜び神を礼拝したいと願うものと、そんなことしたって意味がないって、そう思うもう一つの敵対するものを
新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである。ここからです。それから彼は、キリストは来られた上で、やっぱりちゃんと来られたんですよね。遠く離れているあなた方に平和を述べ伝え、また近くにいる者たちにも平和を述べ伝えられたのである。というのは、彼によって私たち両方のものが、ね、遠くにいる者も近くにある者も一つの御霊の中にあって、父の身元に近づくことができるからである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。キリストは来られた上でね、平和をね、述べ伝えられたって、それは一つになるためですよね。一つとなって父の身元に近づく、この平和を述べ伝える、平和というのはね、私はキリストの許しであり、癒しであり、愛である。だってわざわざ神様は来てくださったんですよ、命をかけて。そして真っ事の平和をもたらすもの、あるいは十字架をね、語ってくださったって、神の愛がここにありますよね。それによって私たちはもうもはや異国人でも宿り人でもないって、神の家族なのであるって。私たちは一人一人がね、神の家族であるということを知ると、癒されている、癒されて神の家族とされ、神の家族とされてなお癒されるという、なんかそこですよね。でした。少し、これは今年に入ってからではありませんが、絶えず私の思いの中に来るのが、解き明かしがあります。天と地は一つとされる、ここに癒しが至るという言葉です。これは今さっきのこの神の家族とされるというね、ことと一緒ですよね。神の家族とされたことを知っていたら癒されてるんだって。もう一回言って、天と地は一つなら、ここに癒しが至る。もう一つあります。天と地が一つとなると癒しもなるって。だって天と地の隔てが取られるとき、あるいは霊と肉ですよね、その隔てが取られるとき、癒しはなってるって、ね。そして、今朝です。今朝語られたことがあります。もともとは忘れましたが、何年か前に語られていたことがもう一度新しい言葉として来ました。私がお前たちを賛美に使わしたのである。この時というのは今という意味です。この時に使わされたのは、この地の平和を祈るため、この地に平和をもたらすため、全地に賛美を満たし癒しをなすためであるって、これを思い出しました。これが白い鳩のことを思い出して、私はこの初めに言いましたよね、神様の祈りがあって白い鳩が来て神様に出会うことができたって、この生きる喜びを知ったと
喜んだ時、元は私が使わしたのであるだったんです。多分白い鳩をね、私がお前に使わしたって言われたのかなとその時は思いました。そして今という時に使わされたのはこういう平和をもたらすためだと。そして今日は新しく私たち全てにですよね、私だけではない、ここに全てのものにお前たちを賛美に使わしたのである。今というこの時に使わされたのはこの地の平和を祈るため、この地に平和をもたらすため、全地に賛美をいたし癒しをなすためである。この平和も先ほどの平和と同じように、ね、神の許しであり癒しであり愛だと私は思っています。なんかこうして癒しはなっていくんですよね。で、先ほどのこの6月のね、玉ねぎの皮が剥がれていくというあの話ですけれどもね、私は地球の傷んだ皮も汚れた皮もね、私たちの賛美によって癒されていく。そして地球の全部が剥がれた時には、この誠の平和という芯が中にあって、それが、ね、表されるまでこの癒しは続いていくんだと思いました。では満点を賛美しましょう。私は満点を信じるときね、神様がね、あなたは満点だよと言ってくださるその目を信じるとき、やっぱり癒されていると信じています。行きましょう。満点満点と賛美されている時にやはり癒しが来てましたね。
私が満点なんかであるはずがないってね、冗談やめてくださいよって言ってね、思ってる人が結構おられるのに気がつきました。自分で自分のことは分かってると思っていても、神様が見ておられる本当のあなたというのがあるんですよ。神様は満点のあなたを作られた。そら今ね、いっぱいなんかあるかもしれませんが、その満点に、満点を信じるとき、満点に戻されるとき、いらないものは取れていきます。本当にいつもはもうちょっと笑う人もいるんですけど、あんまり満点が癒しの祈りだからっていうとか、みんなすごい真面目に歌われたからびっくりしちゃってでは101の祈りをねしたいんです。もう明らかに神様がこの祈りをね、あなた方の間でしなさいと言ってくださった祈りだと思えて仕方がないものの一つです。もう主の祈りはね、聖書にある主の祈りはもう神様が、安間がね教えてくださった唯一の祈りだし、私は主が共に祈ってくださっている祈りだと思いますが、他にこの101の祈り、さっきの癒したまえ、足を癒したまえとか、ジーザスプレイヤーとか、神を平和をとか、あの賛美などは本当にこれを今天と地でですよ、共に祈ってほしいと言って与えられた祈りのような気がします。もう特に101の祈りはまさか101までね番号がついた祈りがねできるなんて思ってもいなくって、そしてどう祈ってよいか本当には分かっていない時に与えられた賛美です。で、新しいメロディーとなって生まれ変わりました。まず祈り、
キリストイエス様、あなたが与えてくださった祈りを一つ一つ賛美するごとに、あなたの愛が、癒しが迫ります。あなたの癒しは優しく深く温かく、どの人の小さな痛みすら見逃すことのない癒しです。私は一人ぼっちです、孤独です、そう叫んだあなたに礼拝に呼ばれていることは一人ではないということだよと語ってくださいました。あなたは神の家族なのです。体の痛みを癒してください、膝の痛みを癒してくださいと言われたあなたに主の癒しは行きました。そして不思議ですが、もう一つ言葉が来ました。痛みは、そしてその病は、つなぐ祈りをするためのものである。辛いですが、あなたのその痛みによって、病によって、同じ痛みにある人に癒しの祈りをつなぐ、平和の祈りをつなぐ、そして共に癒されるということだと思いました。経済のことで行き詰まっている人に、そして家族のことで傷んでおられる人に、仕事が見つからなくて困っている方に、神の家族が答えであると、なんとも不思議な声がしました。神の家族は一人ではない、主が共におられ、主がその力を働かせてくださるところです。あなたの家族の問題も、仕事のことも、経済のことも、主が癒し、その道を開いてくださるのだと思いました。がんを患っている人に、がんを患っている家族を、友人を持っている方に、私は賛美を使わす、賛美するものとなって癒されるだろうと聞こえました。主をどうか癒したまえ。そして愛がわからないと、いまだに愛がわからないのですと嘆くものよ。 You are my love、 今ごでいです。神を、神の目を信じてくださいね。そして頭痛から、鼻から、耳、なんか太い器官、食道かな、なんか管に癒しが行きました。太い管だから血管かな、
山すべての病んでいるところに癒しが行ったことを信じます。そして腰が痛い、膝が痛い、足の裏が痛い、指が痛い、お腹が痛い、わけもわからぬ不安に襲われて、時には夜が眠れない、その不安に悲しみに主の癒しが行きました。主を癒したまえ。あなたの癒しを信じます。今ここで語られなかったことも癒されていることを信じます。主よ、あなたの癒しを信じ感謝し、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。やっぱり信じなさいですよね。ここに愛があるって、十字架はなっている、癒しはなっている、信じなさい、神をね、信じなさい、もうこれに尽きると思いました。献金の時があるんですが、ちょっとその前に一つとしても話しておきたいことがあります。先月 もう礼拝の時間を終わらせるためにね、もう一旦パテルノッセルまで終わったんですけどね、神様がね、もう一つあるだろう、もう一つあるだろうってね、なんかあんまりに言われるので私は意味がわからなかったんですが、これはもう言わなければいけないと思って、5分くださいって言って話したんですね。今日もそのパターンになりそうなので、もう先に話させてください。先月は福田恵美さんの痛みの癒しの証でした。彼女はもう癒し礼拝の前、5月でしたかね、もう体中がとっても痛くて苦しかった。ところが癒し礼拝の中でね、がんの癒しがあって、癒しや痛みそのものからお前を解き放とうという言葉があった時に、あ、これ私だと受け取ったんですって。そしたら癒された、痛くなくなった。ところがそれから半月ほどしてからですかね、痛みがね戻ってきて、今度はもうもっと七転八倒するほどの痛みが肋骨に来たと。それで今度はイザヤ53章の CD をね聞くことにしたって。そして聞き始めると、そこにピーター先生の御言葉朗読イザヤ53章が出てきた。それを聞いてると、何かこう別世界へ行ったような、ふわふわとしたような、そんな心地になって、そしてしばらくして現実に戻ったんですけど、戻ったらこの痛みが完全に癒されてたという証でした。で、私が今日話したいというのは、田中由美子さん、これチューブですかね、チューブの田中由美子さんからね証をもらったんです。彼女は癒し礼拝、先月の癒し礼拝の前夜ですね、深夜って書いてありました。ボキボキボキという音がして、肋骨が折れたらしいと。もうこの顔を向けることもできないほど痛かったんだそうです。それで、まずなんかキリエレイソンの CD を聞いてみた。で、朝まで眠れたんだけれども、起きると痛みがあったって。そしたらお孫さんがシップを作ってくれて、それをしたらね、ちょっとは楽になったけど、まだ痛みが取れない。そこで癒し礼拝にかけることにした。そしてそしたらちょっとそっからね、美津子さんが礼拝の祈りの中で、腰の痛みは悲しみから来ていると言われたとき、自分のことだと受け取りました。そして心の中で、この肋骨の痛みを言ってください。
と何度も懇願しました。するとそれが聞こえているかのように美津子さんが、今言われなかったところでも全てに癒しはなっていますからねと言われて、癒しの祈りが終わってしまいました。分かっているけど肋骨のことは言われなかったとがっかりしました。でもひょっとして礼拝が終わった後に話されるかもしれないと切なる思いで期待して待ちました。するとなんと礼拝後に美津子さんが話し始めました。肋骨のことでした。驚いたの何の、美津子さんは同じ痛みを負っている方がおられるのでしょう。もう一つあるだろうと迫ってこられたのは、主はその方を癒していることを伝えてほしかったのだと思いますとまで言われました。神様がね、自分に語っておられるのが分かったと。私は今年の3月に主が由美子、生きよと語ってくださり、主のために生きようと決めていました。しかし今の私は主に答えるどころか時間も心も家族のために使い果たしているのが現状で、そんな自分を見てはこれではいけないと悶々とした悲しみにとらわれていました。改めて私は告白します。私は主を愛する。私は主を愛すると。イザヤ53章の CD をこれまで毎日のようにかけていたのに、今は忙しさにかまけてまだ賛美の CD をかけていません。主はまたしても危うい私を助け出されました。そんな私に聖霊は私のうちに賛美を流し続けてくださいました。ありがとうございます。肋骨の痛みがなくなりました。神様はどうしてこの一人の人のねことをね見逃してないよと表すために、私にはもう一つあるだろう、もう一つあるだろうと迫られて、私はこの由美子さんが肋骨の痛みのためにね叫んでおられることなんか何にも知らないんですよ。もうでなぜこんなに迫られるんだろうと思ってここに来ただけだったんですよね、言ったんですよね。でも私はこの神様がね、私は主を愛すると彼女が告白した、これをね喜んでおられる、待っておられたんだと思うんです。それは家族のことや忙しかったら神様のためにと言ったって、ね、できることはそうたくさんはありませんよね。だけど私は主を愛する、これはこの礼拝に表されるんですが、それを神様は喜ばれたんだって、待たれておられたんだと思いました。そしてこれはね、このたった一人であの人はいいよなじゃないんですよ、代表なんですよね。この方に語られたこと、神様がしてくださることは全ての人にされることなんだって、これをね神様はね伝えたかったんだと思いました。では神様に感謝の献金を捧げたいと思います。感謝感謝感謝を賛美しながら献金します。感謝感謝感謝はもう久しぶりですが、これも、まあ、いやすっごい癒しの祈りでもあるんですね。ここからもうどんなにたくさんの癒しがなったかを私は見てきました。もう癒し感謝は十字架から来るからですよね。感謝
キリストイエス様、あなたがお生まれくださったこと、この地に来てくださったこと、十字架にかかってくださったこと、蘇られたこと、ことごとく感謝です。私たちは病に向かって、悲しみに向かって、怒りに向かって、憎しみに向かって、感謝感謝を賛美します。どんな感謝も、やけくその感謝も、あなたの十字架から来るからです。どんな感謝も必ずあなたの十字架の感謝に戻ります。どうかしよう、すべてのすべての病を、悲しみを、痛みを癒したまえ。感謝のうちに、賛美のうちに、祈りのうちに癒したまえ。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。天と地は一つ、主の贖いの愛に、賛美に、主の切なる祈りに一つとされる父なる神の愛が、御子キリストイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地になりますように。アーメン。